売掛自体を禁止にするということは法律的にも認められた商行為なんで、うん、そのことを法律を超えて条例で規制するということはできないことになってますんで、うん、まあ、そういうことがあるんで規制は難しいと。ただ契約自由の原則っていうのは民法の中で定められてはいるんですが、はい、でその中には口約束でも形式にはこだわらないというふうに書いてあるんですけども、うん、一方で公序良俗に反するような契約であるとか、うん、あるいは本人を何かしらその誤らせて契約をさせただとか、まあ、その辺は消費者契約法であるとか、うん、民法の規定にも出てくるんですけども、本人が被害者であるということを認識すれば抑えることができるものはあるんですが、うん、恋愛商法になってますんで本人が被害に遭ってるって認識しないんで、訴えられてないんで取り締まれてないっていうのが現状ですね。おー、なるほど。本人が訴えた場合は取り締まる条例などはいくつかあるということですね。そういったものがあるから売掛金っていうのは法律的に認められてるもん、はい、条例で縛ることもできない、はい、ということですよね、まずは、はい、うん。